休憩時間。もっと力があればもっと多くの人々を守れる。彼は誰？私が彼を殺したの。はあ、そういえば彼も私に。けどどうして彼は泣きそうな顔をしているの？あの約束のせい。私があの瞬間を見届けられなかったことは、あんたにとってそんなに悲しいことだったの。あんたの目に、私は全然映っていないのに、一体何のために、そんなに悲しんでいるの？緊張しないでくれ。君は悪夢を見ただけさ。ああ、君の視力はまだ回復していない。深い眠りから目覚めた時によくあることだから、心配する必要はないよ。1時間、ああ、半時もすれば、君の体は健康な状態に戻るだろう。その前に、この時代の基本的な情報を教えるとしよう。そうだ。僕が誰だかわかるかい？心当たりがあるならうなずいてみてくれ。よし。まあ急に体を動かさなくてもいい。徐々に感覚が戻ってくるだろう。さて本題に戻ろう。今日は西暦2017年5月。ああ、すまない。こういう表現は君を困らせるだけだったね。言い方を変えよう。今は君が眠ってから520年後の時代だ。ああ、なんて鬱陶しくて明るい日だ。500年間の時の中でこういう日は初めてだ。何しろ、世間を欺く国は世間と同じ顔色をなさらなくては。しかし、世間の人々は黒い雲から日差しを探すまい。古い友人に会いに行くとしよう。彼女なら、こういう天気でもご機嫌なのだろうね。ここにいたんだね、師匠。ここの景色は最高だね。長光に教えてもらったんだ。多分自分では見つけられなかったと思うよ。もうみんなと打ち解けたようだね。さすが君だ。いつも予想を超えてくれる。ちょっと、私にエスキューバルキリーになれなんて言ってきたのは羅刹人のあんたでしょ。新しい身分に早く慣れてほしいのか、慣れて欲しくないのかわからないよ。
ああ、余計なお世話だったみたいだね。君が現代社会に馴染めているかどうか心配だったんだ。まあね、私たち自在門の感覚から言うと人々の暮らしはそんなに変わってないと思うよ。電子レンジ、シャワー、水洗トイレ以外は。ただこの時代の人々は自由に生きることができる。今私が言ったように、今の世界には便利な道具がたくさんあるから一般の人も自立して生活できているんだね。だから人と人の間に面倒なしきたりや作法がない。まあ冗談なんだけど、もし自由の基準が数日前のあんたみたいにいきなり行方不明になることだったら痛いところをついてくるね。長光と琥珀が君の面倒を見てくれたことに免じて多めに見てくれないか。まったく、私は早くデュランダルやリタたちと知り合いになりたいと思ってたのに。早く彼女たちと手合わせがしたいよ。リタは少し難しいかもしれないが、ビアンカは普段通りなら手合わせを拒んだりしないだろう。あんたが行方不明になっていたせいでみんながめちゃくちゃ忙しくしている時でも、さすがにそこまで空気を読めない人にはなれないよ。あんたは帰ってきたけど他の人たちは任務に出始めているじゃない。というか、あんたの最終計画、本当にそこまで複雑なことを行う必要があるの？どちらかといえばそういう自己満足な方法だけが得意なんだろうね。本当に自己満足？おそらくあんたも死ぬだろうって言っていなかった？ああ、その通りだ。君も知っているだろう、僕は自分の命をそんなに気にしていない。あんた参ったな。まあそんなことよりもっと驚いたことがあるんだ。本当に過去と現在の境界を壊していないの？今この街はあっちこっちで心霊現象だらけになっているんだけど。おや、長光はその件も教えたのか。先に言っておくが、500年前の世界を召喚してはいないよ。僕はただその情報を投影させてもらっただけさ。500年前、ここは古い戦場だった。あの開花は見えるかい？あれは過去にあった強い意識の投影だ。しかしあれらは所詮時間が残した残滓に過ぎない。興味がなければ相手をしなくても構わないよ。愚か者どもめ、僕はマサイル・アポカリプス、アポカリプス家の当主、天命の正当な主教だ。誰が僕を殺せるか見てみようじゃないか。おや、これは甥のマサイルのようだ。彼は傀儡の主教の座につき、最後まで自分も他人の駒であることに気づいていなかった。これは最後の戦い、敵にとっても最後のチャンスである。わかる？絶対に思い通りにさせてはならない。敵は崩壊を武器にするかもしれない。だけど私たちはそういう敵を倒すために今まで生きてきた。私のことはいい、反撃の呪しをあげるんだ。早く言って、このバカ。これはサシャか。天命の人体実験に苦しめられた彼女は戦いの勝利を手に入れる直前に倒れた。すまないカレン、僕は最後の戦いで彼女を守れなかった。彼女は君のために戦っていたのに。
私がマサイルを見捨てたとしても所詮自分にとって体裁のいい死に方を手にするだけよ。そう考えるとやっぱりあなたは過去のことを全部知っているのね。私の可愛い弟、夫。ああ、これは姉のリサだ。体裁？そうだね。かつての君はカレンにもそういう死に方を考えたじゃないか、リサ。たとえ他の人を許せたとしても、君と僕自身のことは許せないよ。なぜなら僕たちは、カレンを死なせた張本人だからね。ここまで来ると静かだな。時間の残滓に邪魔されることもない。これは教会？あんたたち羅刹人のお寺？ああ、500年前からここは静かな場所だ。僕の父親はここで主教の座は僕に継がせると宣告した。しかしすぐに彼は殺されたんだ。その犯人である僕の姉リサ・シャニアテは、その後僕の甥のマサイルを操って天命の権力を行使した。そしてカレン、彼女もここで僕に別れを告げ去っていった。それよりももっと前のことだけどね。私たちが見た開花はやっぱりあんたの人生と関わりがあったんだね。そうだ、彼らは命を落とした。天命の内戦でね。一方はリサが支配していた天命本部、そしてもう一方は僕を統帥者として推挙した新天命だ。あんたは内戦を経てその座を手に入れたんだね。その通り。1491年に起きたことだ。カレンが死んで僕が一人で逃げたあの年から14年が経っていた。その時からあんたは本当の意味でその幼馴染を生き返らせることに集中し始めた。そうだよね。よくまとめてくれた。君を目覚めさせた時にも言ったが、もうすぐその時がやってくる。まさか過去の時間から彼女を奪うつもりじゃないよね。それができたら話は簡単なんだけどね。しかし歴史は歴史だ。今日という角度から過去を変えることはできない。世界の欠片も魂の残影も、それは本物の世界と人にはならない。じゃあ、あんたは一体何をするつもりなの？本当に聞きたいのかい？間違っていたのかな。とにかくあんたは何度も私を助けてくれた。たとえ泥船でも最後まで乗るしかないよね。大げさだな。今回の計画がどう進んだとしても君個人に不利はないと約束しよう。その言い方だと他の人たちは大変な目に遭うってこと？じゃあ将来の私はあんたに恩を返すだけじゃなくてケリをつけないといけないのかな。将来じゃなくて今ケリをつけることもできるぞ。いいや、やめておくよ。今ケリをつけたら恩を返せなくなるもの。
それは任侠の精神に反する。天命の S 級バルキリーが任侠の精神を守るとは初耳だね。あんたね。ああ、気にしないでくれたまえ。からかうつもりはないんだ。それに本音を言うと、僕は結構死ぬのが怖い。そうでなければこの世界で500年以上も生きてはいない。そうだろう？あんたって人は本当にしょうがないね。さて、そろそろ外も時間だろう。全世界に向けて配信しているニュース動画があるんだが、君にも見せたくてね。え？